2021年5月4日7時、セブンイレブンの隣にセブンイレブンがオープンします。というか、セブンイレブンの駐車場にセブンイレブンの仮店舗がオープンするんです。一体なぜなんでしょう。ここはセブンイレブン東大阪南上小坂店。簡単に説明します。もともとこちらのオーナーは、工務店をなされていたご夫婦がそれをやめてセブンイレブンとフランチャイズ契約をしたんです。そして、開業4年後奥さんが膵臓がんになられたんですね。そして2年間、頑張られた闘病をしながらお仕事されたんですが亡くなられてしまったんです。そして、奥さんが亡くなられてしまい、そして人手が足りなくなってしまい、セブンイレブンの24時間営業をやめたいとなったのが、本部から契約違反だと言われた。で、セブンイレブン側はもともとこの店、だけ、クレームが、桁違いに多いと、そして、ネットで誹謗中傷をして、セブンイレブンが築いてきたブランドイメージを損ねたとして、フランチャイズ契約を解消したんです。それがこじれて、こうなってしまったんです。まあ簡単に言うとなんですけども、第三者からの目線なので、まあ簡単に話しましたが、詳しくは調べてみてください。とにかく店はこういった感じで、5月4日の午前7時オープンするようです。場所は近畿大学が近くにありまして、近鉄電車の水戸駅からすぐ近くなんですけども、ヤギを飼ってらっしゃる家とかもあって、なかなか趣のある場所ではないでしょうか。